が70度に高さは9メートルもあるんですね。もちろん子供の数もあるけどもっと大きいです。さあ、それでは数を切って回して受けるポジションを反対側にします。まず立ち回るというのは雷雲、積乱雲の下にできるは、軽い音が変わる回転数、高速を下から上と引き上げる上昇気流です。変わった後の場合は、3本の柱から横向きに走り、回転数、回転数、上の力に変えています。そして、上に向かう力は、上の上を見ると一本届いています。ここに大きな缶を取り付けてあって、空気を吸い込んで上昇気流に進むわけです。パワーカーならではのもう一つ理由が、実はこの足元にありました。これは透明度に見えま
壁に関して